1939年当時の友町の中心部を描いたきって友町は広島県沼熊郡にあった町である。1956年に福山市に編入された。観光地として友の浦が有名。友の浦は古代より瀬戸内海の潮町の港として繁栄しており、江戸時代のビンゴ福山藩の領内では城下町の福山に次いで規模を持つ町であった。 この時代には人口5000から7000人を抱えるビンゴ、福山藩最大のショートであった。江戸時代後期には航海技術の進歩や陸上交通へのアクセス性などからビンゴ地方の港湾拠点の中心は広島藩領の尾道へと移っていったが福山藩内では最大の港として独自の地位を保っていた。明治時代になると交通手段の近代化に伴い 拠点性を失うことになった。これは、海運が船舶の動力化により使用待ちを必要としなくなった。上に、大型船舶が入港できないこと、また立地が沼熊半島の先端にあり、山陽鉄道が通ることもないため、陸海の交通路から外れることになった。その上開発可能な平野部に飛ぼしかったことから、大規模な工業が発展せず、かつての繁栄を失うこととなった。 1913年とも軽弁鉄道が開通し、利便性は向上したものの、トモこの地位低下と、トモ川のターミナルであったトモ駅が、市街地北側にあったため、業績はかんばしくなかった。なお、トモへの鉄道は、第二次大戦後までは、利用客も多かったが、戦後対等してきた自社のバスに客足を奪われ、再三悪化を理由に廃止された。明治期に尾道は、 近代的公安として大発展を遂げ、広島県では広島市に次ぎ、ビンゴ地方で最大の都市となるが、友町は近代化の波から取り残されていった。それでも当時の友は依然として、ビンゴ地方では有力な都市の一つであり、1889年の市町村政志向では沼熊群友町となり、軍役所が置かれた。昭和初期には、 尾道市や順調な発展を遂げる福山市から完全に取り残され、1942年には周囲の田尻村、総島村と合併し、町域が拡大するが、沼熊半島の中心地としての地位に止まるのみとなった。またかつては沼熊半島の中心地であったが、隣の沼熊町にある常石造船が戦後大発展を遂げたため、その地位すら失うことになった。そのため、 広島県の強力な市町村合併政策により、1956年、福山市に編入され、福山市とも地区となった。現在では、友もへの商船の出入りは、ほとんどなく、連絡船、観光船、港内の造船所への修理船の入港を除けば、ほぼ漁港として利用されるのみである。しかし、こうしたことが開発の波に飲み込まれることなく、工事が、 数多く点在する古い街並みをとどめる要因にもなった。2017年11月28日に、ともち伝統的建造物群保存地区が国の重要伝統的建造物群保存地区として選定された。1910年8月に、西夏東吉がとも電気を設立。ともちに発電所を建設し1911年5月に事業開始。供給区域は、 沼熊郡とも町、田尻村、水飲み村。1918年5月広島呉電力に事業上と広島県市町村合併し1961年1889年発足のとも町は、現在の福山市とも町とも、とも町ご地地区に相当。1942年発足のとも町の行政地域は、現在の福山市とも町とも友町、とも町ご地 田尻町から総島町までで、現在の福山市役所とも所管轄地区に相当する。現在、一般的に、ともの裏と呼ばれるのは、1889年発足の、とも町だった地域である。福山の人口は8000から1万人であったが、純粋な商業人口としては、ともの方が、大い旧友とも鉄道とも駅跡付近には、その後とも鉄鋼団地が整備されたが、 中小業者が多く産業の車用化によって錆びれている。全国各地の鉄道事業者に共通したことであるが、戦争の前後はガソリンの民需への供給が制限されたため、バス事業継続が困難になり、比較的制限されなかった鉄道へ、旅客の足が流れていた。現在、友町の名はとも、ごち地,地区のみが監視、田尻、宗島両地区からは、友町の名称は消えてしまった。 福山主催と日本全国諸外社役員録。第21回電気事業要欄第6回電気事業要欄第11回ありがとうございます。